ロイ・オリバー・ディズニーは、アメリカ合衆国の実業家、ウォルト・ディズニー・カンパニーの設立者の一人であり、ウォルト・ディズニーの2位。アイルランド系カナダ人のイライアス・ディズニーと、ドイツ人とイギリス人の血を引くフローラ・コールの3番目の子として、シカゴで生まれた。一家は1896年に、ミズーリ州マーセリーヌへ移り住み、その後1911年には、カンザスシティへ移り住んだ。 そこでロイは家の畑で働いたほか、弟のオルトと共に新聞配達、兄のレイと共に銀行員として働くなどした。第一次世界大戦の最中である1917年、ロイはアメリカ海軍に志願し兵士となった。この時弟のオルトも陸軍に志願したが、まだ若かったため彼は赤十字社の衛生兵として従事した。 しかし結核にかかってしまったため1919 19年に除隊。治療を行いながらロサンゼルスで銀行員として働いた。その頃、弟のウォルトはカンザスシティでアニメーション制作を行っていた。ウォルトが立ち上げたラフ王をグラムスタジオ社へは次々とアニメーション制作の依頼が舞い込むが制作に必死になるあまり資金繰りが乱雑になってしまったため、 最終的にスタジオは倒産してしまう。この一連の出来事で経営面のサポートが不可欠だと感じたウォルトは兄のロイの住むロサンゼルスに移り住んだ。1923年、ロイとウォルトはディズニーブラザーズスタジオを設立する。スタジオアートにウォルトディズニーカンパニーと改名され、ロイは1929年から1971年まで CEO を務めた。 1925年にエドナ・フランシスと結婚し、1930年には息子であるロイ・ディズニーが生まれた。ミッキー・マウスや白雪姫といった世界的大ヒットとなるキャラクター、作品が発表され会社がどんどん大きくなる中で、ウォルトは創作の面で、ロイは経営の面で、会社の拡大や事業の成功に貢献していった。 1960年代に入ると恒例になったロイは引退を考え始めるが、1966年にウォルトが死去すると引退を延期し、ウォルトによって進められていたディズニーワールド計画を引き継ぐ。その後、ウォルトの功績を称えウォルトディズニーワールドと改名されたそのテーマパークは1971年10月1日に開業。その直後、同年12月20日に、 脳梗塞により78歳で死去。亡くなったのは、ロイが孫と一緒にディズニーランドに行こうとしていたまさにその日のことだった。遺体は、ハリウッドのフォレストローン記念公園に埋葬されている。弟のウォルト・ディズニーは、創造的な人物であったが、ロイは会社を財政的に安定させた人物であった。ロイとウォルトは共同で、ウォルト・ディズニー・カンパニーを立ち上げたが、 1929年に、ウォルトは、ロイの持ち分の大部分を買い取ろうとした。また、ライバル会社であった、フライシャースタジオ社のマックス・フライシャー、デーブ・フライシャー兄弟のように、プロデューサーとなることもなかった。フロリダ州にあるマジック・キングダム、メインストリート・ USA のタウンスクエアには、ミニーマウスの横に座っているロイの像がある。また、カリフォルニア州バーバンクのディズニー・ホビルの外や、 東京ディズニーランドのワールドバザールにも同じものがある。ありがとうございます。